はい、今日は胸の筋肉痛もだいぶなくなりましたので、ダンベルのベンチプレスですね。重さは18キロ、片側18キロ、で行いまして、初めは10回ワンセットできましたけれども、次ですね10回やろうかなと思ったんですけど、怪我をした肩が全然上がらなくなってしまって、8回ぐらいですかね。で3セット目が5回か6回みたいな感じで、それで、重さを、13.5 ですかね、肩側に落として、さら、に3セットずつやりまして、まあでも前回よりは少しだけ、なんていうんですかね、体をもしかしたら うまくごまかしてあげてるのかもしれませんけれども、まあ少しだけダンベルの扱い方がですね、左右均等ではないんですけど、前回よりはまあ揃ってきたかなという感じがします。怪我をしてない方は全然片側20キロオーバーでもいけると思うんですけど、いや、やっぱりちょっと、怪我をした方が、もう2年丸々2年以上経ってるんですけど、まあ、やっぱりリハビリといいますかね、1年くらい前から本当はできたはずなんですけど、ちょっと怠っていたっていうのが今身に染みて感じてます。で、その他ですね、ダンベルをそのまま使って広背筋ですね、フラットベンチ使ってやったんですけれども、今回の方がですね、なんとなく、YouTube 動画いろいろ見まして、ちょっとコツというかいくつかポイントを押さえていろいろ試してみたんですけど、なんとなく広背筋がちょっとこう縮んで、なんかこう圧を感じると言いますか、ちょっと筋肉使っている感じが左右ともにありましたので、これで、まあ、明日以降筋肉痛が来れば万々歳かなと思いながらもですね、ある方の動画見ていたんですけども、筋肉痛があるっていうことはもちろん、その筋繊維といいますかね、それがこう破壊されている証拠なので筋肥大にもつながるっていうふうには言われてますけれども、まあそのある、論文だったかな、ちょっとその方が言うには、必ずしもその筋肉痛がないからといってですね、まあ、筋肥大がないとは言い切れないみたい な、 なんかそういうデータも出てるみたいでですね、まあ、それだったら全然いいんですけれども、まあ、やっぱり体になんかこう痛みとしてですね、何かこう反応がないとやっぱりこう不安になるんですよね。その筋肉痛がなくてもどんどん筋肉体がこう変わっていくっていう経験があれば全く問題はないんですけれども、私はやっぱり筋肉痛が起こったところで、筋肉数ヶ月やって筋肉発達したなっていう経験しかないので、特に背中が本当に苦手なので、明日以降もまた、いろいろ動画見てですね、勉強して、背中側ですね、聞かせられるように練習していきたいなというふうに思います。昨日もそうだったんですけど、今日もちょっと炭水化物 を取りすぎてしまいまして、とにかくちょっと筋肉もつけたいんですけどね、なんか脂肪の方を落としたくてですね、ちょっともう少し軽い体になりたいので、いわゆる女脂肪っていう脂肪を取り除くっていう方もちょっと優先的に本当はやっていきたいんですけどもね、いやちょっと難しいですね、筋肉なんかつけながら痩せるっていう、はい、まあ、まだまだ時間というかですね、何に追われているわけでもないですので、はい、引き続き行っていきたいと思います。ということで以上。